どうもお疲れ様です。吉田さん。欲望の街というドラマが今日から始まりまして、Unext で独占配信なんで、今見てるんですけども、冒頭からですね、南の帝王ですね、これはね。全然同じです。ただ、なんかこう、パラレルワールドみたいな作りになっていて、主人公の名前はもちろん、真田銀次郎ではないんですけども、雰囲気とか BGM とかね、あの、南の帝王そのままですね、これは、すんなり入っていけると思います。しかし残念ながらね、 いわゆるこうやったヤクザ映画とか裏稼業映画って迫力がどんどんなくなってきてるんですよ実はだから音楽とか光とか演出とかでごまかすような感じになっちゃったんですけどもやっぱりね実際にその道の人が演出とかに入らなくなったっていうかね入っちゃダメですからね今ね利益供与とかね反社会勢力との関係とかになってきますんでやっぱりなかなかオリジナルビデオとかは厳しいらしいですまあテレビとかね重鎮の 大物の演歌歌手とかはまだまだ黒い噂ついてもあるみたいですけどね。で、あのー、山本太郎さんが芸能界の闇を暴くみたいな感じでね、外線で語っていたことがありますけども、いわゆる枕営業とか闇営業とか、やっぱり芸能人としてやっていた時代に結構見にして見にしたらしいです。だから芸能界にいてそれを知らない人はいないんじゃないかなってことをね、外線で言われてましたね。やっぱそうなんでしょうね。 まあ芸能ってのは確かにそうやった仕切りの役の人と一緒になってやってたのはよく分かりますよ仕切ったりとかそれから花束とか祝い事とかなんかそういうものでがっぷり一緒になってますもんね、うん、そうそうだから20年ぐらい前の芸能人の結婚式とか葬式っていわゆる大物役者の花束とか名前入りでね堂々と届いてそれが地上波で放送されたことかしてましたからね時代は変わるもんですよいってらっしゃい